ね、一つも見つけられなかったんですよ。頑張って探そうと思って頑張ってたんですけど、全然見つけれんかった。暑かった、暑かったですね。 CD 買いました、ありがとうございます。早い者勝ち、あ、そうですね、一応。としやさん、かずりんさん、ギフトありがとうございます。 MV 見ました、そう、その話もあるんですよ。いろいろ盛りだくさんすぎて、てかゲリラで始めちゃった。サラピのうち上げてた、でもね、なんかそうかなって少しでも思ったら、もうトークテストも手振ってました。やっぱね、ちゃんとルールを守って車の中で振ってくれてる人とか、まあちょっとね、めっちゃ振ったって。まあでもサラのファンの人が来てくれとったことは嬉しい。いや、それおるかなってぐらい、おるかなってぐらいさ、分からんくて、自分のが。セリアさん、ハート100個、松花堂弁当さん、ハート100個、ありがとうございます。 MV スロー再生でさらき探した。まあスローじゃなくても見つかるようにちょっと次からはなるといいですね。そう、なんかね、めっちゃなんか本当に最善の車の下はめっちゃ見えるんですけど、めっちゃ見える、もうどんなことをしよるかまで見えるけど、やっぱ車やけんさ、3列目とかでも結構離れてるんですよ、距離が。なのでって感じですね。よしよしコンビ、よしよしコンビは非公認です。私はよしよしコンビは認めていません広島だから車多かった。いや、もう車は別に何の車とかは見てない何の車とかは分からん。オープンカーはいましたね。魂は最善見てました。おいでます元気さん、バラありがとうございます。非公認ですステージ暑かった。昼は暑かったけど、夜はまあ日差しがなかったので、その分そんなに暑くなかったかな。今日はまあそれも楽しかったんですけど、なんか先輩と距離が縮まりましたね。ああ、先輩との距離が縮まりました。めっちゃ話した。千穂さんと岩田ひなさんと、千穂さんと岩田ひなさんと、コウコさんとめっちゃ話しました。サラピが背が高くて、よく見えた。あ、本当ですか？いつもよりちょっと大きく踊ったんですよ。岐阜の菅さん、ギフトありがとうございます。くす玉か。ありがとうございます。呼び捨てできる先輩できた。あ、でも、岩田ひなさんに何て呼んだらいいですかって言ったんですよ。そしたらひなって言われて、さすがにそれはやばいなと思ってピオさんになりました。それちょっとね、今日でも明日でもメールに書こうと思って。カズリンさん、ハート100個ありがとうございます。コウコさんは全然話したことなかったんですけど、写真撮ってくださいって話しかけて、でなんかその後はいろいろ話しました。千穂さん、そう、なんか千穂さんに七並べあと1回で、あと1回であれ奇跡なんですよって言ったんですよ、千穂さんに。そしたらするって言ってくれて、しますって言って合わせて当たって奇跡称号をもらいました。なので奇跡にしてます、私今称号を。千穂ちゃんの奇跡にしてます。そう、優しいと思って称号とか今全部フル千穂さんにしてる。いろいろ気になる。メンバー特権めっちゃ話したよ、いろいろ。コウコさんはなんか個人的に怖い人だと思ってたんですよ、最初。マイキューさんと一緒で最初怖いと思ってて、けど話したら全然怖くないし、なんか面白いです、面白いです。とても写真も撮ってもらいました。ピオさん、そう、ピオさんは
ピオさんとはなんかもう私が過去にピオさんに対する誤解がありまして別に言うまでのことじゃないんですけど、ちょっとした誤解がございまして、その誤解を今日解けましたなんかめっちゃピオさんとお話ししました。岩田さん呼びからピオさん呼びまで昇格しました生き生きしてますか。ちょっとオタク心が騒いでるかもしれない。怖い先輩いなさそうね。あのチャトリめっちゃなんか平和って感じて楽しかったです。休憩控室におる時とかもめっちゃ話して、そうなんか気まずい誤解とか、まあ、サラが一方的に誤解してただけなんですけどそれがあってずっと話してて、椅子に座ってる時に岩田サラがこう手がこう座って手があったら、岩田さんって言ってしまった。ピオさんがサラのこの手をずっとこうやって持ってたんです一期生同士でギスギスしてたから、してないですよ、してないですよ。ピオさん呼び、そうピオさん呼びです。暗闇センター良かったよ、ありがとうございます。そう楽しかった、今日めっちゃ楽しかった。なんかステージが高い方がやっぱサラは好きだなと思いました。この、 あの高いステージに立ったの初めてなので、なんか楽しかったですね。あとやっぱ外の方がテンション上がるかもと思って、野外ライブをこれからしたいですね。ピオさんと手をつないだそうです。羨ましいでしょ羨ましいでしょ。また一人推しが増えた。そうなんかね、それで推しの話になってまあ3推しまではもうみんなにもバレてるんですけど、でピオさんにひなはって言われて、よーしってよーしって言って、です。トウエクさんハート100個ありがとうございます。そのなんかサラはいろんなメンバーさを知れば知るほど DD になりそうじゃあよーしでみたいな言ったら、その返答が可愛かったんですよ。普通よーしでって言ったらなんかおいみたいになるじゃないですか、けどよーしでって言ったら上に上がれるように頑張るねって言われたんです本当になんか本当にホワホワしとる、びっくりした。そんなにもホワホワされるものなのかというぐらいそう、もう上に行けるように頑張るねって言われてCNP さんハート100個ありがとうございます。そう神対応です、神対応でした。すいません、無権の女が手を握られてイチコロでその後コウコさんとも話したんですよ。その後コウコさんとも話して、なんかそれでコウコさんに私トログさん好きなんですよみたいな話してて、なんかコウコさんに合詞ってコウコさんに合詞とか言って、そしたらおいっておいってされましたそう、ちょっとレポをしてます、握手レポおいってゆうちゃんハート100個ありがとうございます。そう合詞ってさん推しはみちさんですね合詞とか言って DD みたいになってしまった。まあでもなんかメンバーの推しっていうのはやっぱなんかマイキューさんとかなんですよ。なんやろ、そのトログさんも会ったことないので、なんかオタク心の推しって感じなんですよ。けどなんかピオさんとかコウコさんとか、なんかそういうノリがいいっていうか、なんか話してて楽しい、好きな先輩って感じ、好きな先輩。コウコさん面白い全然怖くない全然怖くなかった。なんかそういうちょっと怖い系かなと思ったら怖くなかったので、サラタイプなんだなと思って、怖いと思われがちだけど実は全然怖くないっていう
はそんないろんなところに見ることもなかったし、いろんな握手人なんかもう決まった人の握手しか行かなかったので、その違う人に釣られるってことがなかったんですけど、まあ今は無限でピオさんに無限でピオさんに手を握られてしまったので申し訳ないですね。今日幸せそう、そうですか。喋るだけ喋り倒してます。手洗っちゃった、手はさすがに洗っちゃった。帰ってすぐ今村さん、今村さんはやっぱあの話す機会がないですね、会わないので。海子川さん、子川さんもさ好きなんですけど会ったことほぼほぼ会わないので、会わないので、これで 会うよりだったらもう DD 化してしまう。今日はですね、もう運動をたくさんしたのでこれを食べるんです。MV のココアちゃんのピース可愛かった。あ、そう、これですよね。可愛かった。食べる配信はしません。食べる配信はしません。そう、久々のカップ麺。ちょっと今月はカップ麺を禁止しようとか思ってたんですけど、ちょっともう今日は頑張ったし、めっちゃ動いたし、みたいな。いいねって感じですね。明日は浴衣配信、明日の浴衣配信何時にしよう。浴衣着れるかな、そう、着れるかなってそういう意味じゃなくて、着れるかしら、自分でちゃんと。今日なんか低いついてるみたいな。そう、塩分が多いんですよ。たやんた、そう、塩分がね高いのでちょっと控えたんですけど、まあ明日は配信しかないしいいかなみたいな。そう、プラマイゼロ、そう、着付けができるかなって。着付けしてあげようか、お断りします自分で頑張ってきます。着付けが、そう、着付けができるか、まあでも配信やけそんな、まあ、ちょっと着たくてもあんま分からんかなみたいな思うかな。自分できますね。明日って休み、祝日、あ、明日も祝日か、あ、4連休なんか、そういうことか。スープは飲みきらん、さすがに辛いって飲みきらん。夜の方が嬉しい。あ、夜は全然、夜は夜やけど、何時からしよう。9時10時は避けたい一応。どうしようかな。7時か8時か7時半か、7時7時半8時どの辺、どれがいいですか。7時7時半8時、まあ多分ちょっと一歩目温度、あの例の盆踊りを、盆踊り踊りませんけどね、あの披露しなきゃいけないので、一歩7時7時半8時、アンケートにしようかな。アンケートというか投票で一番多い何しようかな。よいしょ。7時半8時、9時には終わると思う。なのでまあ7時半がいいかな。まあ、別に下着てますよ、下着とるけど、なんか移動するときは。あ、149です。22時からはお断り22時からはちょっとお断り。それはお断りですね。明日の浴衣配信、そう、今日さ普通に平日かと思っとって、今日平日よね的な話をして
そしたらなっちゃんに今日祝日よ、なんかなっちゃんとかお家とかに今日祝日よって言われて、あ、そっかって言ったら海の日のツイートしてたやんって突っ込まれました。そう、 MV についてまだねメールでも触れてないけど、思い出せる恋をしよう見ましたか？思い出せる恋をしよう見ましたか？見ました。どうでした？どうでしたか？まあポジションとかは取り回っていうか、とりあえず置いといて、曲はどうでしたか？曲はどうでしたか？皆さん好きな曲調でしたか？サラがどこを歌っているか分かりましたか？まあ確かにね、2期生フルの方がまあミックスよりは映ってると思うんですけど、どうって感じ。この3択にしよう。歌わりは分からん。え、でもなっちゃんにサラピの声めっちゃ分かったって言われたんですよ。サラはコウコさんと岡田奈々さんと田中美穂の歌声しか分からないんですけど、ポジションはとりあえず、まあ、ショールームでは触れませんよ。ショールームでは触れませんね。ね、ダンスシーンはサラも、まあ、サラは自分がどこにおるか分かっとるけんあれやけど、ダンスシーンはまあ間違いなく見つけられんかったよねって感じ。さあじゃーんってことで、じゃーんってことで明日の配信のスタート時間ですね。てか今日来とった人でなんかあの何やっけ、あのあるじゃないですか、なんかボールみたいな、こうボールみたいなやつ当たった人おるんかな。ちゃんたまってやつかな、確か。どうぞ。公園ダンスがしなやかになってきた。本当ですか？そう、なんかね、ダンス大きく踊るようになっていいよってダンスの先生に言われました。昼配信はせん、ちょっと今日疲れたけん今日はせん、明日は昼からせんけん。どれに決まっても21時までではない。それはまあ時と場合によるけど、21時まではせんからさすがに2時間はせん。5、4、3、2、1、ポ3。あ、8時でいいんですか皆さん。8時でいいんですか。じゃあ8時にしましょう。8時でいいんですね。じゃあ明日8時にしますってことで予約入れとこう。短いじゃんって。どんまいです。8時にしよう。短くはないけど1時間って十分長いですよ。20時、あ、間違った、24か。明日よし、8時です。決まり。見てる方はあっという間。まあまあそんな長く見たらレア感ないよ。ラジオマニアックな人さん、だるま100個ありがとうございます。ふとり太郎さん、かっこいいギフトありがとうございます。最悪7並びはやらなくていいよ。え、でもしないと下がっちゃうので。しないと下がっちゃうので
き氷の販売ありますか？ありません。かき氷はね、あんまり好きじゃないちっちゃい頃好きやったけど、なんかあんまりなんか あそこまであっさりしたものを食べようと思わなくなってしまった。浅香さん、バラありがとうございます。一押しガチャいつ始まるんやろ、引きたいな早く。コインはまあ割とアイコンガチャに使ってしまったので減ったけど。金魚すくい、金魚準備できん。カラオケかな普通に。まあまあまあ普通に喋るだけか、もうカラオケかって感じです。あ、なんか千穂さんの一押し力が上がった。なんでやろ、何見ようと。あ、5万5000コインしかないや。限定に規制ガチャ引いたのにサラフィ出なかった。まああっち引いた方がいいですよ多分。ピックアップ28から一押しガチャ。あ、まだじゃあまだ7、8万は、7万ぐらいはいけるかな。ヨウさんギフト、モテヨウありがとうございます。リンゴ飴はそんな食べたことない。いちご飴をこの2020年のお正月の時に初めて食べたぐらい。あるやんって。何が？あ、コイン。ないです。おでます元気さんギフトありがとうございます。スマイルさんも。夏祭り行ったら何食べる？何食べるやろ。去年とか小学生の頃はなんか AKB さんのくじみたいなやつめっちゃ引いてたんですけど何食べるかな。チーズハットとか最近やったら、あのチーズスティックみたいな、なんかこういうのがあるんです。こういうなんかこういうの長いの、四角のこういうの長いのがあって、チーズスティックとか、あ、シャカシャカポテトみたいな、なんかフルフルポテトみたいなやつ食べます。新一さんギフトありがとうございます。フルフルポテトみたいなやつ食べる。しょっぱい系食べるかもしれない。あんまりなんか甘いものは食べんかも。スケさんハートやっこありがとうございます。非公式クリ、そう、あの頃はね非公式とか分かってなかった。公園の髪の毛がもう。スケさんハート100個ありがとうございます。あ、言ったかどうでしたか今日、来るって言ってましたよね。ゆうちゃんバラありがとうございます。ベビーカステラ、え、ベビーカステラは食べたことないかもしれん。明日の、あ、明日髪型はちょっとなんかせんといかんやん。いやー、どうしよう、明日の髪型はどうしよう、決め、何も考えてなかった。どうしよう、でも自分でできる範囲のものじゃないとちょっと厳しい。お団子はちょっと自分じゃできん気がするな。チョコバナナ鉄板、あ、でもチョコバナナ買わんな、なんかバナナ買った方が安いとか思ってしまうあら、タワーどうしてマー君、サンゴさん、幽霊タワーありがとうございます。どうして、ハーフアップ、ハーフアップ、まあでも浴衣なら結ぶしかないね、まあ、どうにか結ぶって感じですね。もう今日汗かきすぎて、もうほら、え、わかります、もうなんかこうほら固まってるんですよ、汗かいて。何タワーでしょう。ありがとう。幽霊タワー。幽霊の日って何ぞやって感じ。幽霊の日っていつか知らんけど
いつなんやろ。まだ今のところ見てない。毎日メールで送っとる。あれはみなさん、これ申し込んでくれましたか申し込んでくれましたか。あ、26日。へえ、そうなん。そうなんですか。台湾チーム3733、後ろ見て、ありがとうございます。密かに買って、密かに、なんで密かになんですか堂々と本、そう、本名で申し込んでください。もちろん申し込ん、予約しました。まだ予約しました、申し込んだ、初日に申し込み済み、1枚だけど申し込みじゃ、ありがとうございます。幽霊タワーってなんか謎。買い増ししたいからね、買い増しできないんですよね。なんでできんのやって感じなんですけど、せっかくね、もうまた買おうかなと思った人が買えないじゃないですか。送料払えば買えるとかですか。追加で買えないって、もうそれ最初から買っとくしかないってやつか。フィエー、ガイドクがボリュームになっとる。1回しか申し込みできんとか。ピエー、買い出しできなかったら別の人って。ダメですよ、ダメですよ。だからって別の人はダメです。別のアカウント作るしか、作ったら変えるんですか。それはすごい。みんな違う、なんかみんな何事にも違うアカウントを作るのお好きですね今回はまあ7月とか言うと仕方がないけど、楽しいな。マー君3号さん、ちょっと髪の毛が幽霊タワー、ありがとうございます。なんか幽霊ってこういうのかな。あ、こうしたらいいや。ちょっととりあえず可愛いのを一旦スクショしてもらって、でこうしたらいいや。どうですか。どうですか幽霊タワー吉田貞子っていやまた公園あたり行くね。ね、あの本当にあのドライブインライブをあの公園、戦場公園の代わりに何回もしたらいいのにと思った。ともゆきさんギャーって、すごい、それはセンスいい、ギャーって。あ、そろそろ、あ、57分だ。じゃあそろそろ終わって、私はこれを食べる幸せなひとときに行きます呪ってくださいって、やだ。サラコ、じゃランキング読みます。そう、屋外ライブは楽しいなと気づきました。48位、ワールさん、ありがとうございます。ちょっとあの気づけなかったみたいで今日ごめんなさい。24位、ともゆきさん、ありがとうございます。13位ありがとうございましたさん、12位りねさん、11位ようさん、10位ゆかちゃん、9位セリアさん、8位にしゅんぴーさん、7位中野さん、6位ゆうちゃん、5位プレジョンマニアックな人さん、
4位カズリンさん、3位大山瀬元気さん、2位岐阜の菅さん、1位マー君3号さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ライブありがとう、ありがとうございました。ほう、じゃあ9時に終わろう。ありがとうございました。明日来たい、あ、そうですね、明日は20時からということで、やだ、期待値を上げないでください。あ、見て、もうこの今日頑張った証ですよ。全力で踊った証がここに出ています。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。